トップでダンカン、岸本がもらいます。岸本ディープスリー狙う、打ち抜く。クリフィン、ダーラム、松崎、ダーラム、キックアウト、パスで中、パス繋いで中、パス鶴巻、甲府付近のブロックショット炸裂、そして自分で運んでいく。スリーゾーン継続ですよね。そうですね、ゾーンディフェンスです。ダーラムからダンカン、 N1、 平尾からタップスコット、山口のスリーポイント決まる。いい、よく決めたと思います。はい、よくマキが入ってますね。ダンカン強い、いいですね。今村もらってクービーに合わせて、あ、ね、あ、よく止めた。ジェイコブセン、ジェイコブセンの差し差がありましたね。山口選手、山口エンドワン。そしてここのこのジェイコブセンのブロック、はい、そこからね、攻撃的な展開に持っていったと。はい、はい、こんなことをプロの選手でもあるんです。あるんですね、はい、ちょっと手につかないです、はい、修正できるかどうかですね。さあ平尾行く、ダブルクラッチ、あれすごいダブルクラッチ。勝負行く、山口キックアウト、タップスコット、今村がつきます。タップスコット、ここはミドルジャンパー、りましたね。今村エリメーターのジャンパー、リバウンドクーリー、いやー決めきる、はい、でフリースローですね。フリッピン、今村、小野寺、クーリー、ダーラムの5人、ダーラムに入れた、ダーラムで勝負する。で中村、そうですね、これでオフェンスのリズム崩させましたからね、はい、しかしここから立て直せるか。中村がスリーポイント、いやよく決めてきましたね。中村ディープスリー、もう行ってきましたね。乗ってきました、中村航平。いいですね、ダーラム選手、ダーラムのディフェンス、ジェイコブセン、エンドワン、ダンカン4秒、ダンカンリバウンド、ダーラム、よくフォローしましたね。松脇、フリッピン、ダンカン、キャスロー、おー、フリッピン、素晴らしい。さあ今村、ダーラムに逃げます。ダーラム連続得点です。6点差、この関係性ですよね。ここでターンオーバー、田島のレイアップ、どういう組み立て方をして差を詰めていくか。琉球、今村開いた、スピード上げて、あ、よく見てましたね。6点差追いかける琉球のオフェンス、今村キックアウト、クーリー、クー、あー、コフリッキー、あー1分切ってます。4点差、今村アタックいく、大事、平尾ショットブロック、5秒切った、タフショットになって、ターンオーバー、アリーナが湧く、ダーラム、ダーラムがいく、アブロックショット、これは、まあ、ゴールテンディングですね。ゴールテンディングですか、はい、タップスコットからジェイコブセン、ハンドオフもらって、タップスコット行く、バンクショット落ちる、リバウンドクーリーが取る、投げる、ここは入りません。今村がもらいに来て、中村ついてます、リジェクト、スクープ、いやー、あげてくれた、プレッシャーをかける、ワンストップですよね、茨城としては。クーリー、クーリー、しかしこのまま時計を進めていきます。いや、手に汗握る琉球対茨城の初顔合わせのゲームはオーバータイムにもつれ込みましたが。